こんにちは、こじこじです。今回は懐かしの CD、MD、ラジカセ、ジャンクで購入しました。今回購入した機種なんですけど、2000年前後の機種とわりかし新しめの機種なんですけども、現在25歳以上の方なら小さい頃実家にあったよとか、実際使ってたって方もね、かなり多いんじゃないかと思います。僕自身当時ね、実家にラジカセがあってね、結構使っていたので、すごくね懐かしくて購入してしまいました。今回購入した CD、MD、ラジカセなんですけども、ケンウッドの MDX-G3 という機種になります。ジャンクということで500円で購入したんですけども、ジャンクの症状としては、チェック時カセットテープ再生できましたが、MD、CD 再生できませんでしたといった商品になっています。今回はこちらの CD、MD、ラジカセ。分解して内部のメンテナンスを行って懐かしんでいきたいと思います。それではまず最初に動作確認、そしてぐるりと一周見ていきます。こちらにカセットテープ、そしてこちらに MD、 このトップを開けると CD を搭載することができます。スピーカー2箇所ついていまして、こちらがボリュームボタン、その他電源だったりイジェクトだったり CD のプレイボタンだったり、こちらにディスプレイがあって表示されます。後ろ側なんですけども、特にね出力できるような感じではなくて、こちらに電源ケーブル、メガネケーブルですね。でこちらにヘッドホンのジャック、そしてラジオのアンテナ、まあアンテナといってもここにね普通のアンテナがついてるので、ここを使えば十分なのかなと思います。そしてこちらの機種2001年製ということです。それではねぐるりと一周見てきたところで、やっぱりね何ですか、このデザイン的にね2000年代前後のねデザインといった感じがします。このスケルトンカラーとかね、アップルも任天堂のゲームボーイとかもね、もう何でもスケルトンカラーこの時期多かったような気がします。それでは電源つないで動作チェック行います。それでは電源オン、しっかりとつきましたね。こちらの液晶部分もしっかり見えています。今ラジオモードなのかな、ちょっと音量下げておきたいと思います。それではまず動くと書いてあったカセットテープからチェックします。以前ハードオフで100円で購入した井上陽水のザ・ベストですね、ザ・井上陽水ですね、ベストとは書いてないカセットテープ、多分見たことある方多いと思うんですけど、このような感じの形状ですね。こちらに磁気テープがありまして、この磁気テープにね記憶されている感じですね。それではカセット入れていきます。懐かしい、何年ぶりだろう。逆だった、懐かしいとか言いつつ逆だった。あ、こっちですね、こっちです、ごめんなさい、間違えました。それでは音をゼロにしとこう。それでは再生、あ、しっかりここディスプレイ光るんですね。いいテーププレイということで、しっかりねカセットテープ再生できていました。ちょっとね著作権の問題で、はい、BGM 流しっぱなしだとは思うんですけども、しっかりとね再生できました。ストップということでストップ。それではカセットテープ取り出します。バッチリでした。続いて MD のチェックをしていきます。 MD は同じくハードオフで100円で購入しましたベートーベンの MD です。こういった感じで何ですかね、セルMD っていうんですかね、販売してたの初めて知りました。中身なんですけども、あー落ちた。こういった感じで何ですか、ゲームボーイとかゲームギアのソフトチックな感じのデザインで売ってたんですね。すごい、これは知らなかったです。それでは MD 入れます。 MD 再生。一応こちらリーディングと出ていまして、なんですかね、本体触るとしっかりね読み込んでいる感じが、はい、します。音入ってるか分かんないんですけど、結構高速回転してる感じで MD 読み込めていない感じがします。お、強制排除された後のなんかリーディングですね。
ということで読み込めずに MD 出てきてしまいました。今よく思ったらどっちかっていうとね、あの PSP のソフトに近いかなとはい思いました。続いて CD、 同じくハードオフで100円で購入した CD でチェックしていきます。 CD も読み込み不可ということだったんですけども、どんな状況かチェックします。CD は普通の CD プレイヤーみたいに CD 入れるだけですね。それでは CD 再生といっても、今 CD ね買う方なかなかいないと思います。なので CD 普通に入れるって言っても普通が何なのみたいなね感じの人も多いかもしれません。一応読み込みはされていて、あれ普通に読んだ、CD 読み込み不可ということだったんですけども、もしかしたら CD によって読み込んだり読み込まなかったりがあるのかもしれません。その辺不安定なので、一応 CD 読み込みしませんみたいな感じなのかもしれません。とここでフィルウェーブ2001年1月10日の記事を参考に、今回購入した CD、MD、ラジカセについてちょっと見ていきます。株式会社ケンウッドでは市場で好評を博している MD パーソナルステレオシステム、ランページと読むんでしょうか、の新製品として MDLP に対応した MDCD カセットチューナーオールインワンタイプのランページ MDX-G3 を2月1日より発売する。この MDLP なんですけども、最大約320分のステレオ録音再生ができる MD の新規格ということで、この MDLP 人生で1回も使ったことがありません。また音質面では発売以来一貫してこだわり続けているランページシリーズの音質思想を継承、クラス随一の高音質を実現、いつでも手軽にいい音が楽しめるシステムということです。値段とかについてはわからないんですけども、この記事を読む限りではちょっとねワクワクしてきました。それでは早速分解していきます。ネジがパッと見で表面 1,2,3,4,5,6 箇所、そしてちょっとね穴開いてるところに 1,2,3,4,5,6 箇所あるので、全て外します。アンテナは外す必要がなさそうなので取りません。それではちょっとこれでサイズ足りるのかわからないんですけども、深い位置のネジを取り外します。結構ネジが深くて長さも長いネジとなっています。ということで6箇所外せましたら、どうなるんだろう、どうなるんだろう、どっか外れるのかな、全くなんかそういう気配がない。結構ネジがありまして、この脇にも2箇所あったりとか、後ろ面にもこういった感じでかなり多数のネジがあるので、もしかしたら全体的に外さなきゃいけないのかなと思うんですけど、ここかな、唯一この辺、ここの位置2箇所がちょっと怪しいかなと思います。インターネットの情報によりますと、このフロント面がねガバって外れるみたいなので、フロント側と関係ないのはあまり取り外してもなみたいな感じがあるんですけども、これでどうですかね、いけるかな、いけるかな、おしっと、あ、全然だ、全然ですね。さらに追加でこの2本のネジも外します。ここまで外せば、まあ、どっかしらいけそうな感じがしますね。よいしょ。あとトップにこちら2箇所でネジがあるので、ここも外してしまいます。いろいろいじったんですけども、結局どこから取ったらいいのかわからないので、正攻法で全て外していきます。まずこのサイド部分、爪を浮かせて取るしかないと思うんですけども、本当に取れんのって感じがしますね。両サイド取り外します。ちょっといろいろ試してて、やっぱりねこの正面側スピーカーついてる部分が取れそうですね。ちょっとねこの筐体というかプラスチック部分悪くなっちゃうんですけども、マイナスネジ突っ込むことによって、マイナスネジじゃない、マイナスドライバーですね。それではこういった感じでフロント面取り外すことができるんですけど、内部の状態なんですけども、こちらのフラットケーブル分かりますでしょうか、こちらのフラットケーブルとここの手前の液晶表示ケーブル、そして
この間に挟まってる電源ケーブルでつながっているので、これらのケーブルを外します。ということでフロント部分取り外すことができました。フロント部分のユニットに関してはカセットテーププレーヤーのユニットがついているぐらいで、あとスピーカーが2つ、それぐらいなので特別こちらは何もしません。続いて本体の中側なんですけども、向かって右側ですね、こちらに電源ユニット、トランスユニットとかが入っているみたいです。そしてこちらが MD ユニットで、このね下側ちょっと見えづらいと思うんですけども、こういった感じでね CD のユニットを直接触ることができそうです。とりあえず MD がね一番読み込まなかったので、メンテナンスだけしたい。思っていたより内部の構造がね複雑なため、簡単なねメンテナンスでどうにか修理したいと思います。簡単なメンテナンスってなんやねんって話なんですけど、まずね MD ユニットピックアップレンズ磨いていきます。綿棒を使ってね、とりあえず何もつけない綿棒で拭いてみたいと思います。内部ちょっと暗いんですけども、ここにねピックアップレンズがあるので綿棒で軽く拭いてメンテナンスを行います。 MD ユニットに関しては替えのピックアップレンズとかなくて、 MD ユニットごと取り替えなきゃいけなくて、替えの部品とかもニコイチとかにしない限り不可能っぽいので、ちょっと MD はこういった感じで押さえておきます。ちょっと狭いのでスマホで撮っているんですけども、 CD のピックアップユニット、これですね、この部分なんですけども、 CD プレイヤーいじったことある方ならおなじみの KSS-213 が搭載されています。今見えてるねこの部分の可変抵抗をね左側に回すことによって、ピックアップ読み込みをねちょっと強くすることができます。結構乱暴な修理の仕方なんですけども、個人的には若干の調整で済むならそれでいいかなと思います。ピックアップユニットの可変抵抗、こちらにねマッキーで黒い点をつけて、最初のね基準の点をつけてあります。と回しづらいんですけども、これで回せないかな。とりあえずこれをね手に持ってこう直接ね回すことによって若干回すことができました。これで読み込みだいぶ良くなってるんじゃないのかなと思います。それではざっくりとねメンテナンスしたので、このまま逆の手順で組み直していきます。ということで分解メンテナンス後のチェックを行っていきます。電源を挿しましての電源オン。無事に一応ねこちらの液晶ついているので壊してはいないかなといった感じです。それではまず MD からねチェックしていきます。部屋をね掃除してたら実家から何個か MD 持ってきてるみたいで、こちら爆竹っていうねバンドのねアルバム入ってるんですけども、こちらでチェックしてみます。さっきの MD がダメって可能性があります。こちらの MD は一応以前ジャンクで買って修理した MD プレイヤーで聴けてるので、もしかしたら読み込むかな、一応リーディングということでねしっかり読み込みが開始されています。ちょっと読み込み音が激しいので MD ドライブ、 MD のユニットがやっぱり壊れてるのかな。ピックアップレンズメンテナンスしたところで MD 読み込んだりはできなさそうな感じがします。オークションで検索したところ MD のねユニットだけね売ってたりするみたいなんですけども、結構2000円とか3000円とか、まあ、ジャンク品から取って動くのを売ってるだけだと思うんですけども、するのでね、あやっぱり強制的にイジェクト出てきちゃいました。残念ながら MD は読み込めそうにありません。続いて CD プレイヤーの方をチェックしていきます。 CD プレイヤーピックアップレンズ調整というか強くしたので、まあ多分どの CD でもね読み込めるようになっていると思います。こういった形のね筐体のプレイヤーコンポでね CD 聞くのはそれはそれで味があっておつな感じがします。ちょっとボリューム下げておきます。 CD5 ぐらいでいっておきますということでね、
読み込みスピードも速くなっているし、しっかり読み込めています。とりあえず1番目の曲読み込めているので、 CD ってピックアップレンズがねこうね移動しながらね読み込むので、一番最後の曲読み込むと全体的にねこの CD プレイ読み込めるといった感じになります。それでは音下げて10曲目再生。しっかりね CD 読み込んでくれます。多分これだと CDR とかでも読み込めるのかなと思います。最近はね普通に中古のね CD ショップ、まあ中古本当に申し訳ないですけど、中古の CD ショップとかでね CD 買ってるので、まあ普通に CD 読み込めば十分かなといった感じがあります。それでは最後にカセットテープ、一応分解後なので読み込まないとかね、線が外れてるって動かないとかあるかもしれないので、一応カセットテープもねチェックだけ行っておきます。カセットテープが再生。しっかりねカセットテープも読み込んでくれました。とりあえずメンテナンスして CD しっかり読み込むようになってくれて、カセットテープも聞けるので、最後に100均のウェッティで全体的にね綺麗にしようと思います。このねスピーカーの保護、これ撮ってね綺麗にしたかったんですが、これもちょっと撮り方が今回わからなかったので、まあ、全体的にね綺麗に拭いて終わりにしたいと思います。とりあえずまず最初にコストコのこちらサーフェイスワイプスで拭いていきます。ということでぐるりと一周綺麗にウェッティとサーフェイスワイプスで拭いて綺麗にできました。ということで今回ジャンクで500円ということで、ついつい懐かしくてね買ってしまった CD MD ラジカセ、本当は分解してね修理する予定だったんですけども、分解してみたところ内部がね思っていた以上に複雑で、MD の修理は MD ユニット、MD 部分ごと交換するしか方法がないらしくて、 MD ユニットって販売されている、一応ね販売されてはいるんですけども、オークションとかねちょっと怪しげなサイトじゃないと入手することができない、入手難易度が高いということでね、今回 CD が聴けてカセットが聴けてラジオが聴けるという状態までね復元することができたので、これでまあいいかということでね CD MD ラジカセ懐かしめたので十分かなと思っています。今後もねたまに引っ張り出してきて CD MD ラジカセ個人的にね懐かしんでいきたいと思います。この動画は面白かった、参考にならないとは思うんですけども、良かったという方チャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけども、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。